はい、どうも、かずいちです。今日なんですけども、ナンパ企画やっていきたいと思います。普通にナンパしても成功しないんで、今回は YouTuber の方ですよね、と言ってからナンパしていきたいと思います。女性を有名 YouTuber に仕立て上げて、まあ、いつも見てますよ、といった感じで話して、まあ、違いますよって言うんで、まあ、すごいその方に似てるんで、僕その方すごいタイプだから、LINE 交換してくださいという感じで持っていきたいと思います。それでは、やっていこう。もしよかったらちょっとタイプなんで LINE だけ交換してもらえませんか。あ、すいません、ちょっと急いでるので。ありがとうございます。 YouTube やってませんか。 YouTuber さん、あ、違うわ。すいません、YouTube やってませんか。 YouTuber やってません。なんかすごい似てる方いるなと思って。違う人です。あ、違う人でした。すごいタイプだなと思って。もしよかったら LINE だけ交換してもらえませんか。すいません、大丈夫ですか。 YouTube やってません。 YouTuber じゃないですか。人違いですか。すごいタイプだなと思って。もしよかったら LINE だけ交換してもらえませんか。見たことあるなぁと。あ、違います。YouTuber ですよね。いや、すいません、急いでる。 YouTube やってません。あ、見たことあるなと思って。いや、やってないですよ。本当ですか。あ、本当にやってないです。でもすごいタイプだなと思って。あ、そう、ちょっと急いでる。歩きながらでいいんで LINE だけ交換してません。いや、大丈夫です。はい。YouTuber ですね。すごい似てるなと思って。めっちゃタイプなんで、よかったら LINE だけ交換してもらえませんか。ちょっとそこで彼氏と待ち合わせしてるんで、すいません。YouTuber ですね。違います。あ、すいません、YouTuber ですね。違います。すごい似てるなと思って。帰り寄るところな。めっちゃタイプなんですよ。もし終わったら LINE だけ交換してもらえませんか。多分もう岐阜県民なんで。岐阜県民。はい、たまたま来てただけで。全然僕も岐阜行くときあると思うんで。もしよかったら、はい。で、また東京来ますよね、でも。多分東京来ないと思います。来たときに。YouTuber さんですよね。あ、違います。すごい似てるなと思って。そう、似てる。すいません、会わなくていいですか。すごいタイプなんで、もしよかったら LINE だけ交換したいなと。いや、LINE やってないんですよ。絶対やってるよ。やってないです。カカオですか。いや、やってないです。いや、やってますよ。YouTuber さんですよね。え、違います。
これなんかいつも見てますよ。え、誰ですか。あれ違います。違います。チャンユルさん。え、誰。あ、違う。本当に違います。違います。でもなんかすごいでもタイプなんでめっちゃ綺麗ですね。でも YouTube はやってない。あ、やってない。全然その職業じゃないです。あ、違う違う。ちょっとびっくりした。あ、ごめんなさい。急に。でもすごいタイプだなって思って、もしよかったら LINE だけ。いや、でもめっちゃ綺麗じゃないですか。いやいや、今日終わったら LINE 交換してもらいますよ。嫌です。嫌です。ごめんなさい。じゃあ、お茶しません。大丈夫。じゃあ LINE だけ。いや、LINE がカカオですか。え、カカオトーク。いや、カカオトークで。知らない。韓国版の LINE みたいな。あー、知らない。あ、知らない。他に、あ、別に本当にちょっとその YouTuber さんに似ててタイプで声かけたんです。あ、そうなの。はい。ちょっと誰かわかんない。何 YouTuber さんって何さん。チャンユーさんですね。チャンユー。はい。結構エンタメ系の方ですね。有名なんですか。どうでしょうね。でも 10万人ぐらいいるんじゃないですか。あ、そうなの。ちょっと見てみます。やってないですか。本当に。本当にやってないです、ね、ちょっとめっちゃ似てたんで。声とかで違うのかな。声も一緒ですよ。嘘でしょ。声も一緒です。嘘でしょ。そんなに。え、ちょ、嘘ついてませんの。え、嘘ついてません。嘘ついてない。本当ですか。普通に違う仕事してる。え、何してるんですか。公務員です。公務員。これ真逆ですね。え、真逆ですね。真逆です、ね、YouTube と全然違う。全然違ったね。え、もしよかったら今度デートしません。本当に今度は僕整形してくるんで。整形いらないっていうのは冗談なんですけど。今度ちょっとフルメイクしてくるんで。メイクするんですか。メイクしますよ。すごい。今日ちょっとあれすっぴんなんですけど。え、そうなんですか。ええ、すごい。メイク男子で。あ、そうか、最近有名ですね。そうです、そうです、今度デートの時ちゃんとメイクしてくるんで。まあ、今日はちょっとあれコンディション悪いんで。コンディション悪い。今日はちょっと帰るんで、もしよかったら。しない日はいい。後日ちょっとちゃんとコンディションいい状態で会いたいなと思って。ちょっと LINE だけ交換してもらえませんか。いや、いやです。いやです。なんでですか。怪しいですか。怪しいです。26歳でシステムエンジニアやってます。すごいですね。結構あれ年離れてます。下ですか。下です。ですよね。15歳ぐらいです。やめてください。違います。違う、24ですか。あ、でも近いじゃないですか、めっちゃ。近い。2歳差ですよ。全然いいじゃないですか。全然いいじゃないですか。全然いいの、いいか。全然ありじゃないですか。年齢差的にはありじゃないですか。いや、大丈夫。大丈夫？大丈夫。彼氏いるの？いや、いないでしょ。いや、今作ったでしょ。いや、なんで今作るんですか。なんかその逃げるために作ったし。いや、違います。本当に。じゃあ2人目でいいよ。いや、それはちょっとダメ。大丈夫俺。そういうのはダメ。全然そういうの慣れてるから。いや、誰かの1番目になった方がいいですよ。うん、いや、姉さんの2番目の方がいいな。あれ、いやです、他の人の1番目より。いやです、私2番目も作りたくないです。へ、いらないです。俺はお姉さんが1番なんで。いや、お姉さんにとっては2番でいいですよ、僕。1番とか2番とかちょっとめんどくさい。めんどくさいですか。めんどくさいです。男は1人でいいの。いや、いた方がいいですよ、2人は。え、スペアとして。スペア、スペア、スペア。いやいらない。他当たってください。他はそんな当たらないですよ。なんでですか。いや、たまたまタイプだったんです。ありがとうございます。気をつけて。こちらから来たんですか。大丈夫。仕事は一回戻るんですか。どっから来たんですか、今日は。仕事帰り。仕事帰り。そうですね。お疲れ様です。ごめんなさい。ちょっと綺麗だなと思って。いやいや、声が入ってます。ありがとうございます。あ、落ちますよ。あ、いやいや、大変なんで。この渋谷駅で、渋谷の会社に行って。あ、そうなんですか。ちょっと今、戻っちゃいます。戻っちゃう。人待ってて。あ、そうなんですか。はい、もしよかったら LINE だけ交換したいなって。あ、こっち行かないですか。こっち
本当にウロチョロしてた。はい。あ、そうなん。ありがとうございます。重くないですか。いや大丈夫。重いじゃん。手伝いますよ、階段を。いやウロチョロしてたんで。何してるの。僕仕事帰りで今帰ろうとしてた。あ、そうだ、ね。あ、僕26歳でシステムエンジニアやってます。あ、そうなんですね。はい。います。お願いします。今後ともよろしくお願いします。ちょっと、はい。名乗られちゃったんで LINE 交換します。本当ですか。ちょっと待ってください。ありがとうございます。お、じゃあ QR 出すんで。なんか、なんか北海道から帰ってきたら、はい、東京めっちゃ暑くて。おお、だよね。めっちゃビビりました。なんか、うん、ジメジメしてる。そうなんや。はい、全然関西出身です。あ、全然違う。違うんですか。え、なんで声かけてくれたんですか。え、めっちゃ美人やなと。ありがとうございます。めっちゃ照れる。トラブル？めっちゃ照れますね。あ、照れる。え、でもよく言われますよね。まあちょっとだけ。あ、やっぱり。やっぱ持ってるんだ。持ってるよね。え、ファイシーとかいないの？あ、今いないです。あ、マジですか。ありがとうございます。じゃあよろしくお願いします。グイグイ行くんですか。はい。いいですね、勢いが。いいですか。全然出会いないんで、すごい、はい、美人だったんでね。え、声かけ慣れてるんですか。いや、そうでもないです。本当に美人だったら声かけるぐらいで。あ、じゃあ、ありがとうございます。いやいやいや。面白いですよ。面白いですか。面白い。あ、あざす。会社行くんですよね。じゃあ終わったら連絡ください。あと迎えに行くんで。だいぶ遅いです。え、何時ぐらいですか。11分。ほんと終電ギリギリです。あ、じゃあ迎えに行きます。いやから教えてください。いや明日また朝早いんですよ。早いですか。じゃあ明日で。マジ遅いですよ。明日デートしようよ。明日仕事です。仕事終わり。仕事終わり、マジで遅いです。何時ぐらい。12時近い。電車ないよ。泊まりになるよ。そうなんです。すみません、そうなっちゃうんですよ。泊まりでも良ければいいけど。マジで、今お店もやってないし、うん、ご飯も行けないですし。逆になんか仕事前とか履いてない。仕事前は、もう朝しかない。朝ごはん一緒に食べる。それもいいですね。お兄さん彼女いるんですか。いないでしょ。いないです。いないよ。いや、こう声かけるぐらいだから、うん、いるのかな。いや、いないから声かけるんだよ。それぐらいもうね、あれってことよ。出会えないってことよ。そう、自然に出会いあったらそんなそこまで勇気出さなくても。勇気出したんですか。めっちゃ勇気出した。すごいじゃん。そうですね。褒めて。すごい。明日よし、してか終わった。休みの日とかあれば、まあ、休みの前日とかで、ね、うん、休みは休みたいでしょ。だよね。仕事もありがとうね。はい、終わりました。いや、この方法割と反応いいですね。うん、まあこれ続けてれば全然結果は出そうな感じはしましたので、皆さんもぜひ使ってみてください。というわけで、この動画がいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、グッドコメント、Twitter、TikTok のフォローよろしくお願いします。また僕のナンパ講習受けたい方は、Twitter の DM かメールまでお願いします。では。